それこそアイちゃんカナダ行った時とかは、いや行きましたよ。カナダの時は大変でしたよ。僕は本当寒いから山に登るし頂上まで、うんうんうん、一番あったかいダウンを買ってきてくださいって言われたんです、うん、自腹で。そもそもまず自腹さすがだなと思って8万円かかりましたよ。うわ、それは最高級のダウンですから。もうだから、はい、すごい極端に言ったらもう本当だから南極北極行くみたいなぐらいの勢いの対策ってことでしょ、はい、で僕も寒がりだから本当に一番いいの買って、うんうん、はい、乗り込んでカナダでまあ数日間の撮影して楽しく帰ってきたんですけども、はい、最終日にカナダの空港に着きましたら、はい、空港で待ってて、なんかね、いつまでたってもね、僕らが乗るはずの便の受付のロビーあるじゃないですか、うん、そこら辺ずっと人がもうめっちゃ溜まってんのに、うん、全然ね、じゃあこの便行きましょうがないんですよ、うん、で、どうしたの、何したのこれって、うん、なってたんですけども、これなんだってその思ってたんですけども、急にアナウンスがあって、うん、皆さん、うん、なんとこの中で二人だけ飛行機に乗れなくなった人がいますってこと言うんです。怖い怖いよ、めちゃめちゃ怖いよね。受付を取りすぎてしまいましたって。うん、今から番号を呼ぶ人、はい、前に出てきてください。うわ怖っ嫌な呼び方。どういう現象なのか分かんないけど、恥ずかしいよね。恥ずかしい。で、僕含めた5組くらいが、はい、順次呼ばれて、受付の人にあなた明日仕事ありますかとか、うん、聴取されるんだ、うん、でどうしても今帰んなくちゃいけないかってこと。そうそう、帰ってすぐ何か大事な用事があんのかとか言われて、うん、僕だけ明日何もなかった、うん、で、はい、僕は本当になかったんですよね、うん、で、乗れない人には、現金で8万円一泊遊んでもらう代とホテル、まあでもね、本当だってその便に帰る予定だったんだから。そうそう、本当は公共店のすごい部屋も、うん、支給されることになりますっていう、うん、アナウンスがあって、まあだから本当に予定がない限りはいいよね。そうそう、しかも心の中でダウン代が丸々返ってきたそうだね、そうそう、8万使ってたから、うん、そう、うん、で前にもう一回さっき呼び出した5組、僕以外の5組が呼び出されていろいろ聴取受けてまた帰ってきて、じゃあ、拝島なんとかさんとなんとかさん、こちらに来てくださいって言われて、はい、僕とその人がカウンターの向こう側にやられて、で、2人が決まりました、じゃあ登場してくださいって言われてみんなが僕らに対しておおって恥ずかしいね恥ずかしい。でみんな登場しながらサンキューサンキューって言って乗っていくっていう現象が起きました。すごいね。で飛行機っていろんな事件が起きるんですね。